おはようございます。さあやってまいりました、みんなで楽しむパラサイクリング第2弾ということでですね、前回伊豆のベロドロームでですね、いろんな自転車に触れ合ってきました。いろんなね方と触れ合ってきましたけども、今回はその続きでございます。いわき湯本駅ということで、今駅前で撮影してるんですけども、今日ですねまたいわきでですねサイクリングを楽しみたいと思います。ただちょっといつもと違います。今回はですね、乗るバイクがいつもの自分のバイクじゃありません。乗るバイクはですね、こちら。前回ね、ちらっと見せたかもしれません。このタンデムバイクでですね、今回はいわきを旅したいと思います。未だかつて多分タンデムで旅動画を撮った人はいないと思いますけども、まあ僕が今回ね、やりたいということで、タンデム、2人乗る自転車なんですけども、もう1人必要ですよということで、スペシャルゲストを今回呼びしております。ちょっと近づいてみましょうか、ね。おはようございます。おはようございます。はい、あ、ケッタさん、あ、どうも。あ、どこに行ったんですね。はい、ツッチ、足を楽しんでおりますけどもね、いわきといえば湯本ですから、湯本といったら温泉と足湯ということでですね、駅前に足湯があると無料です。彼と一緒にタンデムですよ。タンデムね、いいね、楽しみですね。初めてだね。興奮して寝れなかったよ。寝れなかった、本当に。喉痛いだけじゃなくて約50キロタンデムで走ります。もう一人ですね、サポートライダー呼んでおります。おはようございます。おはようございます。はい、健常です。健常さんです。パラサイク連盟の健常さんです。3人でちょっとローカルのエリアをメインにですね、今回は走りたいと思います。おすすめスポット一つ目でしょうか。あ、ここです。もうすでに、はい、もう湯本駅はおすすめスポットなんで、まあ、皆さんに来た際はまず足湯に使っていただければなと思いますけども、なんでいわきにいるか、なんでいるかいわきなのかというと、パラサイク連盟の事務局がはいこの辺にあるんですよね。そうですね、いわきのですね、いわき FC パークといいまして、その中に乗れるっていうですね、自転車文化交流発信拠点がありまして、その中に我々のパラサイクリング連盟の事務局が入っております。これからそこにまずは向かって、はい、ちょっとご挨拶して、でそのままこうサイクリングしていくという流れで今回は行きます。いい、ね、ちなみに僕がパイロット、運転者です。そうです。後ろの方をですね、はい、一応タンデムの自転車競技ではストーカーという。ストーカー。ストーカー。ストーカーね。競技用語だよ。競技用語。はい、ね、怪しい用語。怪しい人じゃない、ストーカー。ストーカーで今日は一日頑張ります、ね。まあじゃあ行きますか、それじゃあ。行きましょう。はい。よろしくお願いします。はい、まずじゃあ足をちょっと拭いてもらってね。足は移さないで。よし。じゃあ行ってきまーす。ちなみに今回乗るバイクですけども、デュラテックというメーカーになります。デュラテックに最新のアルテグラ DI2 が付いたですね、まあまあいいやつです。足止めますよ。はい、はいはい、一応フリーになっていますけども、僕らチェーンつながってるので、漕ぎまーすって言うと足が連動していきます。バイクパッキングかっこタンデムっていうのは多分全世界で見ても珍しいんじゃねえかなと思います。あー、ちょっと上りですね。上りですよ。重い。ちょっとこれギア大丈夫？ギアの軽くしようか。あれ変速どれだろう、こう。あ、なるほどね。ちょっとだけ、あれ、あんま変わってないんだけど。嘘、カチャカチャ言ってる。見えない。ギアがどこに、あ、今一番重いわ。あ、一番トップに入ってんじゃん。すいません、お願いしますよパイロット。あ、フロントダブルか。これもね、僕の視線だとシングルスピードなんだけど、あ、なるほどね、ケンタさんから見えないんだ。見えないんですよ。スッチのところはダブルと12枚かな、多分ついてるんだよね。ちょ、だいぶ健常さんに話されてる。いや、結構ちゃんと踏んでるつもりなんですけどね。よいしょよいしょよいしょ。めっちゃ後ろ車来てる。そりゃ車からするともうやばいやつだでしかないでしょう、こんな。ちなみにハンドル操作は僕がやります、ね、なんかね、自分で操作したくなっちゃうのよ。ま、後ろのハンドルは曲がらないんだよ。曲がらないよね。なんかね、力んじゃうんだよね。ブレーキ操作、変速、ハンドル操作全部僕がやります。なので名前はパイロット。いわき市民の視線は釘付けでございます。結構後ろはね、視点が高いのよ、なんか本当。うん、なんかエアロにすればより見えない。かがむと前がすごい見える。やばい、全然ギアが見えない。どこに入ってるか分からないわ。左足つきまーす。左足これ足つくのもね、止まるのこれ。そう、どっち足つくろうみたいな。いや、おもろいわ。面白いですね。ペダルを右足に、ペダルは右足に整えとかないと、
走り出ししんどいよ。よし。いわき自転車文化発信交流拠点ノレルと言います。まあノレルの後に最後クエスチョンマーク。いわきの自転車の文化を発信する場所ということですか。そうですね。なんでクエスチョンって言ってるんですか。まあですね、自転車ってなんか乗れて当たり前のような気はするんですけども、私たちもともとパラサイクリング連盟ってやっぱ障害者の方だったりとか乗れない人に接することが多くてですね、乗れる前のちょっと不安な気持ち。最終的にはこのクエスチョンマークがびっくりマークになるように、店に入るときはクエスチョンマークなんですけど、出るときにはびっくりマークになって、私乗れるかなみたいな、はいはいはい、乗れるのが乗れたみたいな。そうですね、はい、素敵な空間ですよね。そうですね、はい、こうメカニックスペースもあって、はい、多分車種問わずに行ける感じだ。そうですね、ネットで購入した方とかのメンテとかも全部引き受けて、うちの梅沢メカニックがやってくれてます。居心地のいいスペースになってま す、ね、不思議な感覚ですね。本当にバイク一緒っていう、やっぱここ緩和してる分、健太さんへのその、うん、ここで緩和されちゃう、緩和というか健太さんはさほどその変速はさ、多分1対1だからさ、うん、あんま変わんない、あんま分かんない、俺しか変わらないんだよね。そういうことか。変速の恩恵を受けるのは多分俺だけなんだ。面白いっすね。どうなってんだこれ。3枚あるんでしょ、ここ。ここ3枚あるんだ。あー、ほんとだほんと。そういう通りでなんかあれと、うん、3枚あるのね。の一番、じゃあ僕は3枚目にこれがついてて、トップとインナー、こっちは2枚がこのギアの方で。そう、あの、ストーカー側。ということで、私の変速が上手じゃないと、そっちは足が終わると。感じないんでしょ、重さを。いや、わかんない。こんな感じかなとか言ってやってるけど、後ろから悲鳴が聞こえる。あ、すごいなんか不思議な感覚。本当登り坂はちょっとやっぱり少々きますね。後ろの人はね、楽楽、うん、それ踏んでないだけじゃないんですか。楽っていうか、うん、寝れるわ寝れる、ね、寝ないでください。なんかね、考え事しててもいい感じ、はいはいはい、あの資料どうしたっけとかさあの件どうだったかなって考えれるからいいわ。なるほど、ね、基本事故らない。いいからね。もう間に合うか、間に合うか、間に合うか、間に合うか。大丈夫。ああ怖い。ブレーキブレーキブレーキ。ブレーキしてます。でもめっちゃ怖いよ後ろ。これね、デートにいいわ。デートっていうか。あ、デート。はい、あの後ろ女性乗ってた前の男性がたくましく見えるから。はいはい、あ、本当に。男を感じるよ背中に。女の子と一緒に乗ることで男を上げられる、うん、そう、だいぶこれはねグッとくるかも。あ、本当に困ったな。ツッチーにドキッとされても全然嬉しくないんだけどなちょっとチャンネルの色がだいぶ変わってくるちょっとそういう多様性の時代ですからねうわー、ジェットコースター痛い。よっこらせと。ああ、トロッコがある。まあまあスピード出ますね。スピード出るというか、まあまあ、健丈さんがまあまあ早いんすよ。もともとスーパーガチ勢ですから、健丈さんはもう30年前の話です。いやいや、残ってる残ってる。無事到着ですね。おお、面白い。火が横からという、面白い出方ですね。弥勒沢炭鉱資料館ということで、まあ、無料で自由に見れるところなんですけど、いわきってすごく炭鉱の歴史が古くて、それこそペリー来航の時代から炭鉱がもう結構ね盛んになってるということで、まあ、この資料館の中では当時使っていたランタンとかヘルメットとかツルハシとかね、あとそういったその写真とか昔のその炭鉱の時代の展示物が展示されているという感じですね。僕とか今までずっと七浜街道ですね、浜通り行きまくってたんで海のイメージが強いいわきですけど、山の方少し入るとこういった場所もありますよ。非常にね面白い場所です。まあよかったらね行ってみてください。この後ランチですね。ランチして海方面行きます。まもなくランチスポットです。イエス。ここだ、ここだ。あ、これ
等の着、等の着、等アンド着です。等の着、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます、失礼します。どうも、あ、こちら、お邪魔します。慣れてくると楽しい、この場所。楽しいね。はいはい。今、海辺っていうか海の上。ランチはですね、ゲストハウス&ラウンジファロー、いわきということで、おしゃれな雰囲気。1階が食事のスペース、2階がゲストハウスということで、今日はファローの豆乳カレーです。で、美味しいパンもちょっとかじった。さすが。いただきます。これを食べて、新マイクハウス行って、ってか海辺突入って感じですね。うん、最高。お野菜は最高、最高です。めちゃくちゃうまいですね。気が楽ですね。気が楽じゃん。気が楽、気が楽。自転車作ってるんですね。止まります。はい、よいしょ、はい、あー、後ろも楽しいな。やっぱね、ブレーキめっちゃ効くと思う。でかいもん、うん、やっぱキャリパーじゃ無理だと思う。無理ですね、これディスクでこのでかさだから、うん、前の方がさらにでかいですからね。ちょっと見てみて。全然できるよ。これいくつ、マウンテンでもこんなの使ってるの、ダウンヒルバイクぐらいしかないっすよ、こんな。アルテグラだ、23? 203、うん、バケモンですね。ということで、風サイクルさんです。お邪魔します。どうしても健二さんがここだけはと。そうですね。ここだけは絶対にいわきで外せない場所ですね。外せない場所。はい。はい、オーナーの矢吹さん。矢吹さん、よろしくお願いします。はい。健太と申します。初めて来た時にこの中から出てるオーラとですね。はい、矢吹さんから出てるオーラと。はい、でお話したらイタリアの方で修行されてるっていうのもお聞きして。はいはいはい。でこの片住まいからは見えないんです。そうですね。フレームを作られてるっていうですね。もう。ビルダーな、ビルダーってことなんですね。今ね、最近なんですよ、作り始めたの。あ、そうですか。作る楽しさをね、誰かにこう伝えたい。溶接って、はい、みんな知らない人ってすごくこう高等な技術、はい、全然そんなことない。そうですか。いや本当に、ね、なんかちょっと難しい。いや、あのね、ちょっといい。あ、そうスイッチ入れちゃいました、もしかして。うわー、ステ、うわ、大好物です。まさに工房ですね、これ。自分をと、あ、はいはいはい、制作途中ですね。ちょっとやってみて。やっちゃいます。うん、黒盛り簡単だよっていうのを伝えてほしいね。何のために来たと思ってるんですか。今日はメインイベントですか。タンデムはおまけ。おまけです。タンデムおまけでね。うわ、たまんないっすね。最高っすね。で、こう一方だけ真っ赤ではダメなんですよね。やっぱりチューブの方も若干こう、うん、もうこれだけ、はい、で、まだパイプの方が赤くなってないんで、はいはい、で、あまりずっとやってると今度この台座の方焼けちゃうから、そんなに焦がさないような、こんな感じで、横から、横からとか、あまりこの台座を炙んないようにパイプだけをこういう、こんな感じでちょっとこう動かしながら、で、そのロウボを溶かすようにそこに火を当ててやる。もう少しずっと、はい、で全体的にぐるーって、そうそう、はい、OK、こんなもんなんですよ。スーッといっちゃいますね。もう本当にここだけなんだよね、見極めはね。そう、もう本当にそこだけやれば、このラグだろうがどこだろうが、もうどこでもみんな同じですから。ほら、いいんじゃないですか。お、素敵ですね。はい、いいですかね。あ、本当、綺麗です。綺麗にちゃんといってますね、うん。こういう俺やったみたいに焦げてないね。いやいやいや、ケンタの、ロー漬け教室でした。いいね。到着しました。ここはね、新米粉ハイツといって、まあ、ケンターの動画を見てる方ならまた来たんかいって思う人もいるかもしれませんけど、自転車にめちゃくちゃ優しい宿ということで、うん、ウルベの拠点になったりとか、あ、なるほど。そう、あとはまあレンタサイクルも借りれると。しかも結構ガチなやつ、まあもちろんね、ママチャリ系、クロスバイク系もいろいろ借りれますよと。で、宿の中には自転車と一緒に泊まれる部屋もあったりとか、結構まあ自転車に優しいところで
して、この辺走るなら拠点にしようねっていうところがここでございます。ここでちょっとね、このバイクとはお別れをします、ね、ほらピンクタンデム号とはお別れ、そうようやくね息が合ってきたところで終了です。なぜかというと、今回ねパラサイク連盟の皆さんとコラボレーションということですので、ここで借りれるタンデムバイクに乗ってゲスト2人と一緒に走ろうよ。はい、ということで一気に可愛くなりました。新バイクハイツではバイクを変えてですね、ちょっと可愛い、ちょっとなんですか、シティバイク系のね、うん、ドロップハンドルじゃないですけど、タイヤもだいぶちっちゃいね。そうです、まあ乗りやすくなったと。なるほど。ゲストの2人は目にちょっとね障害を持ってる方なんですよね、うん、目がよく見えないということで、前回の動画でも木村さんが目がちょっと見えなかったと思うけど、視覚障害のある方と一緒に走ってみようぜ、楢葉街道をっていうのがこれからやります。じゃあ我々がパイロットでストーカーとして後ろに座っていただくんですね。僕はですね彼と一緒に走ります。軽く自己紹介でいきますか。はい、ブラインドコミュニケーターの石井健介です。ブラインドコミュニケーター、うん、はい、勝手に名乗ってるだけなんですけど、ね、なるほどね。石さんはどういう症状というか。ね、僕は今光とかあとシルエットはなんとなく、だからここからケンタさんのシルエット見えるけど、ケンタさんのイケメンが全然見えない。あら残念だなそれは、ぐらいです。で僕も中途の視覚障害なんで、7年前に失明してるんですけど、それまではもう本当東京住んでた時は都内をずっと自転車で移動してたぐらいなので。じゃあもともとサイクリストだったと、うん、で突然ある日突然見えなくなっちゃったっていう、はい、まあそんな感じですね。エンジン役として、はい、ストーカーとして後ろから燃料を投下します。よろしくお願いします。ツッチーはですねこちらの方ですね、はい、はじめまして、京子さん。はい、久道京子です。久道京子さん、はい、京子さんも視力の方が、あ、そうですね、左はほとんど見えなくて右が 0.05 とか、そこら辺。じゃあ僕のちょっとその、ね、残念ながらイケメンの、イケメン、いや、でもイケメンですよ。ありがとうございます。イケメンですよ。皆さん。頑張ろう。行きましょうか。じゃあ行ってきまーす。あ、楽。あ、全然楽。全然楽だわ。あ、もう海の匂いしてきた。ミムしてきました。うん、右手に海があって、ここがいわゆる楢葉街道。うん、どうすか、じゃあ良くないですか。これ楢葉街道。波の音がすごい。もうね、ほんとすぐそこね。そう、やっぱこの海の音がね、うん、僕は海なし県に住んでるんで。あ、そうかそうか。そう、埼玉海ないんで、これだけでも結構テンション上がっちゃうんですよ、ね、うんうん、ちゃんとやっぱペダルは連動してんだな、うんうん、このバイクも気持ちいいわ、これはいいわ。今日はちょっと風があんまないけど、うん、チャリはね、風を感じれるから。確かに気持ちいいっすよね、やっぱね。いいね、なんか俺タンデム、うん、あれですね、客観的に見ることないからこうやって見えるんですね。タンデムってこんな感じこんな感じですけど、はい、京子さんどうですか、土屋さんの背中は信頼できますか。あ、よかった。あ、本当に怪しい、なんか商材の話とかされてないですか。大丈夫ですか。まあまあなんだ。でも情報商材とか言われてないです。いいね、走りやすいわ。走りやすいでしょ。そうなんすよ、僕だから5回も来てるんですよ。だから今乗ってんのがなんか、まあ、ママチャリっぽい感じなんですけど、はい、それで20何キロも出てるんで、うん、エンジンがいいんでしょうね今回ね。ほんと2馬力の、前回さっきのエンジンあまり良くなかったんであ、めっちゃ近い。めっちゃ近い、もうほんと10、もう1メーター、今だいぶ満ちてますね、うん、いやー、やっぱ何回来てもいいな、ここは。あ、めちゃくちゃ気持ちいいわ。まもなくワンダーファームですね。ここでですね、見てください、くるっと回るとですね、目の前にハンドサイクル軍団ですね。皆さんと一緒に次のスポットまで行きます。やばいねこの絵面やばいっすね。結構7台揃ってんのはすごいっすね。あー、なかなかの絵面ですね。すごいな、31キロのワンちゃんをやや上り坂で。そうですよね。ワンダーファームです。もう僕は何回も来てますけども、今回ね、先ほどからちょっとハンドサイクル軍団とね、一緒に走ってるんですが、前回来てくれたね、お人いますよ、はい、大先輩松本さんです。じゃあ皆さん、これ何なんですか、何なんですかって言って皆さん、これは今日はみんなで集まってポタリングをしましょうということで、はいはいはい、岩木に集まって遊んでいます。でそれぞれあちこちから集まっていただいて。あ、そうですか、はい、福島の人だったり、はい、宮城の人だったり、はい、茨城の人だったりで集まってます。なんか前回ね、見せてもらったその
ハンドサイクル、はい、もっとネスで転がったじゃないですか、はい、あれとはまた違う感じですね、今回はね。そうですね、まあ、あれがロードバイクだと、これママチャリみたいな感じ。なるほどね、はい、ざっくり言うとこれですね、はい、これをここにつけて、はい、何タイプかあるんですけど、僕の場合はここに金具がついていて、はいはいはい、この金具とここの金具をはめることによって車椅子と一体化するという形になってます。こうやって走るよりも、はい、こうやって走った方が全然楽ってことですね。そうですね、楽です。ギアがあるし、はいはいはい、なるほどね。ワンダーファームでバーベキュー的なことをして楽しみましょうか、はい、じゃあね。どうせなら乗ってみるってのはどうですか。いいんすか。乗れる乗れる、その方がいいっすよ、うん、前のボードだけで。あ、ここね、これをと自分に話す、そうです、ガチッと始まります。もっと上までガンッガンッ、あ、はいはいはい、はい、それでハマりました。すごい。グリップはでギアチェンジなんで、回すとギアがありまして、左側がアウターで右側が下の方のギアだ。内装ギアになってます。わかりました。あ、もうすごい。はい、大丈夫。あとブレーキ。情報量がね、いろんなところに一生懸命全部多くてなんとかなんじゃないですか。車椅子のブレーキ、あー、ごめんなさい、すいません。あと回すだけ。おーい、すごい。はい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 。ノーヒルはダメだな。冗談です、冗談です、炎上します、冗談です。いいっすね、行きましょう、行っちゃってください。キーパーだけ気をつけてください。はい、倒れるんで。はい、うふうふう、斉藤です。キーパーだけ気をつけてください。戻ります。はい、ちょっとじゃあこの登りたくない。ということで、ここはワンダーファームですね。キャンプができたり、まあ、トマトジュースが飲めたり、トマト狩りができたり、いろいろやってるというところなんですけども、はい、一応ここが一旦ゴール地点です、はい、今回楽しかったですね。楽しかったです、はい、ありがとうございます。面白かった。40キロぐらいか。そうですね、40キロ50キロぐらい走った。そうですね、はい、走りました。タンデムで走りましたけども、はい、どうですか、なんか感想。あのね、絆が深まったいやいや、でもさ、道中話してたんだけど、はい、前の人の背中を見てるとなんかね、たくましさを感じるというか、ちょっとドキッとするんだよ、ね、なんか俺ね、ちょっとちょっとゾゾッとした大丈夫かって思ったけど、まあでも確かに任せるしかないっていうのは、はい、うん、なかなかね、自転車乗ってて経験できないので、はい、貴重でした ね、 いろんな走りながら本当いろんな会話ができるよね、うん、そうですね、そのまんま。それになると一人で走ってる僕寂しくなるんですよ今までだとね、離れちゃうから、うん、みたいな感じなのがなくて、はい、そうですね、結構楽しく走れるっていうのが良かったですね、はい、すごい速い、はい、このバイクは速い、はい、平地と下りに関しては100ワットとかで40キロとか全然出ちゃう、はい、全然スピード出るしね、うん、まあ、上りはしんどかったですけどサボるとバレちゃう、ね、サボるとすぐバレるっていうまあでもすごいね、あの楽しいバイクで良かったなって思うんですかね、はい、途中ね、あの変わって、あの石井さんと京子さんとね、うん、あの赤い赤い、ね、タンデムの方で走りましたけど、あれもなんか僕個人としてはツッチーと走ってる時と全然その違和感がないというか、うん、はい、割とそのままの流れで楽しく乗れた感じですね。スピードが違うだけでですね、うん、そうで、なんかいろいろこう話しました。楽しかった。健常者と目にね、障害を持ってる方との私生活の違いをいろいろこう話聞いて、だいぶ僕ちょっとテンション上がっちゃったんですけど、だからしかもさ、自転車乗るって同じことをやりながらだから、そうそうそう、同じことをやってるから同じようなこう会話ができるというか、うんうん、あんまりそれってなかなかないよね、日常生活とかね。ないないない、はい、いいし、面白い。なんかフラットで一緒に楽しむことできるんだ、はい、っていうのを今回知れてよかったし、またね、機会があれば走りたいなみたいなね。タンデム全国解禁、解禁、そうです、はい、ね、絶対面白いわ。今回そのタンデムね、あの乗らせてもらいましたけども、これはさすがにちょっと難しいけど、赤いやつはでもね、はい、いろんなところでいわきではレンタサイクルでありますので、うん、そうですよね、新米コハイツだったり早手サイクル、うん、で乗れるも言っていただければ私たち一緒に乗れますね、うん、はい、絶対面白いと思う、ね、なんでまあぜひこちらも来られた際はちょっと一回試してみてもらえる、うん、普段ロード乗ってる僕らが結構楽しめたんで、はい、普通に楽しいと思います。よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録概要欄にね、パラサイクルリング連盟リンク貼っときます。イベントとかね、いつそういう体験会やってんだろうとかね、思ってる人なんかはぜひ覗いてみてください。つどつどやってます。で、私なんてどうせ自転車乗れないみたいな思ってるそこのあなたも乗れる、乗れる、乗れるから、はい、乗れるから乗れた、乗れた、はい、になるんですよ、ね、なんでぜひ、まあ、その辺も、はい、そういった人たちも見てくださいということで、しっかりと締めました、はい、大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございました。締まりました、締まりました、はい、締まりました、はい、そろそろ喉乾いてきてる、はい、トマトジュースちょっとビールはもうちょっと、ね、ビールはもうちょっと先についてる、はい、
ということで以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆様のおかげで撮影は終了しました。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。そうなんですね。そうなんです。終わりさせて割と映画の方が感じですね。はい、お前じゃねえか。